皆様おはようございます。涼しくなってきましたね。台湾はとても過ごしやすい気温が続いているかと思えば、また暑い日が出てきたりと、秋トラと言われる季節の変わり目を迎えています。個人的に秋のトラという表現すごく好きなんです。台湾には日本のような明確な四季がなく、夏の後半は涼しい日が続くかと思いきや、暑い日が何度か繰り返されて、その後冬に突入する。この暑い日がぶり返されることを秋トラと表現しています。雲の動きが早いです。というのも、ここ数日風が強くて、少しずつ夏が遠ざかっているんだなぁと感じています。台湾に来てから秋という季節がほとんどないのですが、日本にいた頃は秋という季節はどことなく心寂しくなる感覚がありました。ここ数週間、土日は出かけたりなどしていたので、久しぶりのベランダ掃除です。よく見ると葉っぱの色が色あせてきていたり、花の色がくすんできたりしています。植物も冬入りの準備でしょうか。土曜日の夕方、いとこと長男の町を歩いて出かけています。近所に紙風車という劇団が演出に来ていると告知がありました。紙風車という劇団は歴史が長いです。台湾に根付いた演出をすることにこだわり、観客からお金を取らず、ボランティアで全国を回って素晴らしい舞台を届けてくれています。話には聞いていましたが、私も実際に見たことがなかったので、今回の情報を聞いたときにぜひ見てみたいと思いました。
真的，就是注定。请支持，谢谢。好，请支持，我是中文主持人。谢谢。Hello， 谢谢，拜拜。你好。すごい人です。みんな楽しみにしてきているんでしょう。もちろん私も。始まりからとてもすごい熱気、カラフルな衣装と照明、テンポの良い音楽と子どもへのクイズなどで、会場は子どももキャーキャーと大盛り上がりでした。ストーリーはシンプルで子ども向けのものとはいえ、演出がどれもプロ級。特に命を懸けたような日の演出には私も目をそらさず、緊張感を持って最後まで見入ってしまいました。という感じで、後半は本当に驚きの連続でした。ちなみに燃えている匂いと燃えかすがこちらまで飛んできていたので、これは本物の火なんだと思うとさらに刺激的でした。午後、父方のおじさんおばさんが我が家に来られるとのこと。台湾ではケーキなどの洋菓子を準備することは少なく、果物が大皿で出てくることがほとんどです。